師匠、噂では先月天サバにこだわって34万もの大金負けたらしいじゃないですか。おいおブルブル、おかげで肩パンパン。バッ、あと一度でもへまると肩が破裂して二度とすろれない体になってしまうんや。ズキズキ。体というか生活っしょ。たたた。で、この通帳から15万とか2回も引き出されてんのは何？あんたスロット買ってんのよね。ねえねえ。やっぱ生活だ。5万負けたら5000円買ったといい、5万買ったら5000円負けたと嫁には必ず収支を嘘つく男。よって今月は白星妖精ギプス装着で勝ちにこだわらせていただきます。そうっすよ、気持ちよく勝って今年を終わらせましょう。あ、もしもし、おじさんですか。どうした、なぜお父さんと呼んでくれん。で、このギプスどんな効果があるかっちゅうと、12月1日、 CR 天才バカボンの甘釘発見、終日無制限、甘いなら何でも打つ。おお、すんごい勝ちを意識した固い立ち回りを促進している。そやねん、デップラ1万、各辺3対1。師匠、ここに690ゲームと天井狙い頃の猛獣王が。ギギギギ。おお、固いギプスが師匠のサバ中毒を止めている。ギギギ。なんて固いギプスだ、乱れ打ちの強制もするんすね。ギギギギ。1万でも買ったら買える機能もついてます。じゃあまずバカボンで白星一つゲットっすね。おお、どんどん集めていこうや白星を。で、次の日。おお、なんか今日はギプスの動きが滑らかっすね。なんかいい当てあるんすか。スタースター、いいというか痛い勝負にはならんやろ。ゾロ、金パル高設定イベント、前日ハマリライゲットで5以上の上げ狙いしたら投資2000で19連、ビッグ10、レグ9、4400枚。ブルリ。しかしふくー、ひぇー、なんでか師匠の肩が破裂しそうっす。カエルのたたり。まぐれでした。この価値は4以下でした。ビッグ10でハズレ26も出まして、やめます、やめますから、肩の神様怒りをお鎮めください。バイオハザード2かよ。とにかくプラ5万5000で白星2連勝けども、130ゲーム回して即やめはギプス効果でグッドっす。で、次の日、2週間へこんでたガンダム設定上げ狙いしたら、ギギギプスが超人的反応、ゴー、7000枚突破でプラ8万3000。上げ狙い的中の設定5っすね。多分ロング集中2回入ったし、白星3つです。5000枚箱。しかし2週間追っていたのはガンダムだけやない。閉店前に毎日魔王の液晶チェック、店員の視線と戦いながら、屋根裏じゃないへこみ台が、明日屋根裏だったらあちいね。チャリン。ギギ。ちゅうか、あんたそれどこのコインよ。他店の持ち帰りコインでチェックする男。脅しとも戦う。バイーン。悪いのは 100% この人です。で、ひたすら上げ狙いの一点勝負と、パチンコで星がこんな感じになった時、白6、黒4、ギギなった時、クラブロデオの死ごろイベント発見。ガラーン。なのに全く盛り上がってないやん、ガラガラやん。ロデオの設定6は不発もあるし、判別すんのも時間いりますからね。ハズレの5分の1でやっと AT 当選すから。で、唯一ビッグ6で3000枚出てた兄ちゃんがやめ、この時まだ昼。この台誰。もう常連たちはこの空き台に警戒しまくり。通常時のハズレから AT 入ってたし、じゃあ6濃厚っすけど、ビッグ確率悪いし、ハズレの5分の1はきつい。換金ギャップで死ぬかも。なら俺が撃つ。6を撃たんで何を撃つ。ゴー。で、302回ものシングルナビがつく可能性があるジャックハズレを3回引いて、で、ジャックハズレ2730分の1なんすけど、俺の方もドットのオウムとマングースはジャックハズレ確定キャラ。2003年に向け、カマー星人も確定。ビシビシ。ウカ。ウカもするわな、そりゃ302回ナビ引いたっぽいし。ゴールデンショルダーにバージョンアップで12721枚と万枚突破。
24、やっぱ6か。シングル鍋は閉店まで続いて取り切れず、軽く白星7個ですとか言ってっけど、吹いたのは夜から、投資は2000で済んだものの、途中ハズレ8連続引いて AT なしでやめかけてたっす。プシュー、ビーム、お黙り。誰？そして19日目にしてやっと上げを狙ってた魔王の朝一が屋根裏に。しかもブルッタ、設定は上げでほぼ決まりやろ。で結果予想はほぼ設定5、ビッグ22、ガマ口140分の1でプラ84,400円。あるよっと。マトリックス風にガマつるゴールデン俺、なんやかんやで白星10、黒星5で今月プラ325,700円。スロは読みと戦略がしっかりしてたらやっぱ余裕で勝つっちゅうの。ちなみにこれは32万勝った時の精神状態で、隣では34万負けてた時のこの人の状態をお送りします。ねえねえ、あんた桜、スロで勝ってるやつはみんな桜だとほざいてたっす。桜になってよ。だ、夫婦揃って病んでたっす。みんなも桜でなくても勝てるし頑張ろう。三吉、あんたもチャンネル登録しーやー。